さあ行くぞ。はい、皆さんこんにちは、テボ編集者のクリです。今日はシティ FM 都の城エンタの広場ラジオの出演日でございます。ということで、やってまいりました。ついに前々から告知をさせていただいてたんですけれども、本日11月15日シティ FM 都の城のラジオに出演させていただきます。でね、せっかくの機会なんで、こうしてちょっと動画を、回していこうかなと、思ったんですけれども、今日はね BTB さん都の城のケーブルテレビの本社の中でラジオの生放送が、あるんですけど、本当だったら中ラジオやってる風景とかね動画に撮れたらよかったんですけれども、ちょっとその辺は NG ということだったんで、今回はラジオに行って、でその後感想とか話せたらと思っております。で今時間がですね5時半前なんですけど、今日一緒に出るのが、リーダーなんですよね。本当はうちのメンバー5人いるんですけど、コロナの、感染対策ということで、2人までしか入れないということだったんで、元祖リボンのリーダーと、私編集者で出ることになりました。なので今リーダーを待ってるんですけれども、いつものごとく遅れております。リーダー待ちの間、よいしょ、これですね。都の城の YouTube チャンネルとして今回呼んでいただいておりますので、ちょっとね YouTuber っぽいことをね、やりながら回したいと思うんですが、今から、この MacBook Pro ですね。今までね MacBook Air を使って編集してたんですけれども、この度ようやく MacBook Pro をですね手に入れることが、できました。もうこれ1個10万、ちょっと値段は、ご想像にお任せするんですけれども、10万ねするパソコンで破産ですただねパソコンはね、かの有名な〇〇金さんが言ってたんですけど、絶対に妥協はしちゃいけない、ちょっと妥協するぐらいだったらいいものを買った方がいいっていうねお言葉もある通り、もうめちゃくちゃもう最高スペックのやつをね買ってきました。 MacBook Pro の、16インチですね。めちゃめちゃでかいっす。これを使って、編集をちょっとしながら待ちたいと思います。編集ソフトに関しては Final Cut Pro とあとプレミアプロをね使ったりしてるんですけど、前のパソコンだとプレミアプロがなかなかこう動かなくてファイナルカットでやってたっていうのもあるんですけど、このパソコンにしてからもうプレミアがもうサックサクで動くんですよね。もちろんファイナルカットもめちゃくちゃちゃんと動くんですけど、プレミアがね本当にもう何のストレスもなく動くんで、結構最近はね分かる人には分かると思うんですけど、結構プレミア使って編集したり、してるんですよね。はい、今ですね結構ねでかい企画の編集を今カット割りをやってる、ところなんですけれども、後日こちら公開する予定なのでお楽しみにしてください。よし、編集します。お、お疲れ様です。こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。15分近くね。お風呂に入ってました。お風呂？はい。編集してました、私。ああ、新しすぎるんで。新しいパソコンで。新しい MacBook で。まあまあしたらしいね。あの編集をしてるんですけどさ。多分1時間ぐらいになるな。見るの？そんな動画。見る人がいるかよ。いや、でも、俺はちゃんと一発で出せよ、俺は。ちょっと時間かけて編集を。ということで、リーダー来ました。はい、お疲れ様です。で今、6時5分前、で、6時半から、打ち合わせがあるので、それまで2人で打ち合わせをやろうかなと思うんで何聞かれてもいいよね。そうだね、はあ、ちょっと面接の練習じゃないけど、ちょっと打ち合わせをして、で、どうして何分前に行く？10分前のついてきたよね。なので、それぐらいにまたちょっと出ようかなと思ってるんで、はい、一旦打ち合わせします。はい。はい、というわけで、時刻は、何時？6時半、15分前。つまり6時15分です。ラジオのいる時間まで残り15分です。はい。どうすか？緊張してきた？もう緊張、そう。眠さ、なっぱない。
もうすごい反比例してるね、緊張してる眠いっていう。まあまあまあ、ちょっとね打ち合わせをして結構喋ることも練習してきたんだけどね、果たして喋れるでしょうか。面接の前みたいな面接の練習してるみたいな。もう彼もね、まあ、地元のラジオだからさ、気軽に行きましょうよっていう感じで、まあ気負わず練習者がかまずに話すっていうのがちょっと見ものだよね。まあ、普段かもかもしれんけど、普段喋れない男ですからね。BTB のビルが近づいてまいりました。というわけで、あと5分、あと10分だよ。BTB の、本社に着きました。ここから先は撮影できないので、またラジオが終わってから、感想など話せればいいと思います。はい、ということでお疲れ様でした。ラジオ聞いていただいた方ありがとうございました。なんかこいつさいってなんかマイクがさ、あの遠かったんだよ。お前は俺がちょっと離れていってそうと喋ってたから、うん、村ちゃんとこっちかって言って喋ってたから教えてよ最初に。他はね、もう私全速コールセーターなんでその辺慣れてますから私。そうです、はい、まあでも最初はめっちゃ緊張したけどさ、うんうん、もう入ってしまえば、そうなんかいい人たちでね、なんか何もしてくれてるね、本当も雑談みたいな感じで、うんいい感じにやってくれました。はい、はい、どうだったかな、皆さんどうでした、聞いた方見るかな、見るかな、リアルタイムでなかなかいないかもしれないけど、まあ、今後またいろいろね、いいお話とかもいただいてるんで、はい、今後の動画でそれはまた楽しめればなと思います。せっかくなんで、テラスさんのところに自販機があるらしいんで、コメントでもらって、はい、そこ行ってみようかなと思います。おい、テラスさん来ました。多分こっちだよな、お店屋さんのところ。お、あったあった。宮崎のうまいもん販売中、ばあちゃん本舗。おお、なんかこの辺はあれだね、こっちは大手のよく見るやつ。あ、これが都の城の自販機、霧島商事。チキン南蛮とか、チキン南蛮もそう、おにぎり、そう、肉まん、メンチカツ。すげえじゃん、買うの。今ラジオ聞いてんよ続きをまあせっかくだからちょっと買おうかな、肉まんとか買っちゃおうよ今。ちょっとチキン南蛮か、うん、霜降りタンのコリコリスモークでも迷ってる。これね、しかも美味しそう。コリコリスモーク買おう。お、買ってください小手に行かない。10円10円玉で10円で50円、めんどくせえやつやな。あ、でもこれあれだね、多分ドキゲモンだから冷凍でしょ。冷凍だ、すぐには食えないやつだ。一緒だけど、うん、こっちが美味しそうだこれとこれ一緒やけど、一緒や、こっちが美味しそうだ。確かに写真的にすっごい小銭入れる。もう時代ですね。おお、すごいです。どこで作ってんだ。組合食品山田。山田組合食品って聞いたことある。うん、満札しかなかったお借りします。じゃあで、なんかちょっと小さいから4番にするわ。いいの本当に4番で。いい、俺1番だと思うけど。ああ、
あの今から試食に行くやん。試食ってくれたらいいわ。でかい。でかいね。うん。バーチャン本舗。バーチャン本舗だって。一口チキン南蛮。美味しそう。おかしいもん。ありがとうございます。というわけで今回は。シティ FM 都城エンタの広場というコーナーに、出演してきた動画でした。はい、これは冷凍なんで使っています。帰ってイラストルから一緒に一人で打ち上げてるということで、この動画が良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。